皆さんこんちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちらドリームスケーパー。今完全にハマっているゲームで、かなり面白くおすすめしたい一本です。このゲームのジャンルはローグライクアクションゲームとなっています。以前に紹介したハデスと同じようなゲーム性。ハデスもかなり面白い作品なので、こちらの動画も見てみてくださいね。ドリームスケーパーのお値段は、セールなしで2570円となっており、動画作成現在はオータムセール中でして2056円となっておりました。最近の皆さんのレビューでは、圧倒的に好評となっており個人的にもこの作品はかなりおすすめ。オータムセールを逃してしまっても、年末セールがまたあると思います。その時のためにもウィッシュリストに入れておきましょう。さて、このゲームを簡単に紹介。ローグライクなのでランダム要素を埋め。ストーリーもあります。ただダンジョンをクリアしていくだけではなく目標があり攻略しています。その辺はぜひご自身で遊んで確認してくださいね。このゲームの一番面白いというか、驚かされたポイントはなんといっても武器やスキルなどの種類の豊富さ。インベントリを見てみると、装備アイテムとして、近接武器、遠距離武器、防御、回避、ルーシドアタック ×2、キープセイクがあります。これすべてにかなりの種類のアイテムがあり、回避アクションにもいろんな回避の仕方のアイテムがあるのは斬新でした。スキルや、装備に関してもかなりの種類があり何度やっても飽きません。組み合わせも様々で、その組み合わせ方で攻略の難易度も変わってきます。難易度としましては、10時間やってまだ全てのステージクリアできていなく、全クリするのにまだまだかかるであろうと予想しております。結構手応えがある難易度といったところです。移動はマップフロア移動形式。フロアごとにイベントがあり敵を倒さないと他フロアに移動できないシステム。鍵やボムという概念があって、ボムでしか壊せないオブジェクトがあり、壊すとお金や回復アイテムが出てくる感じ。ローグライクの難易度高めのゲーム全般に言えるのですが、回復する機会があまりないという点。回復アイテムをまず持っていないし、何回も回復ができるようなシステムもなし、お店で回復薬を買うか、敵を倒した時にドロップしたのを拾うか、ボムでオブジェクトを壊した時に拾うか。5は回復の泉というフロアが出ればそこで回復できますが必ず出てくるわけではない。なので、肉を切らして骨を断つみたいな方法だと辛く、ヒットウェイや、パリーや防御を駆使していかに攻撃を食らないかが攻略の鍵。その点では、なんとなくソウルライクのような立ち回りにも似ている気がします。その豊富なアイテムについてもう少し詳しく。まず、アイテムの種類とは別にそのアイテムの等級とレベルがあります。このアイテムは回避アクションの装備アイテムで、ロール3と書いておりますが、色が黄色になってます。アイテムの等級は、白緑青紫黄色で高くなり、黄色が最高等級。等級が高くなればなるほどサブステータスやサブ能力が豊富になり強くなる。この場合、上3つがメイン能力。下4つがサブ能力。等級が高くなるにつれてサブ能力に恵まれるということ。次にレベル。1から5までレベルが今のところ確認されており、レベルが高いほどメイン能力が高くなる。よって、黄色等級レベル5というのが最強アイテムとなる。しかし、必ずや最高等級や最高レベルのアイテムを装備すればいいってわけではない。このマロリーニという武器のメイン能力を見てください。38水 DPS と書いております。DPS というのは1秒間に与えられるダメージなんですが問題はそこじゃなく水というところ。そう、属性ですね。今確認してる属性は、水、氷、炎、雷、オイル、吸収、毒、オフバランスの8つ。あと風もありました。なので9つ。吸収は相手の HP を吸収する、オフバランスとは会心率が2倍になる状態。この属性をうまく活用することがこのゲームの攻略の鍵となります。実際にご覧いただきましょう。今水属性の近接武器を装備しています。お分かりいただけたろうか？回避すると炎の属性ダメージを与えられるアイテムを装備しているのですが、回避すると3秒間6比 DPS を与えると書いてますね。炎の属性がついている敵に水属性の近接武器で攻撃すると必ずクリティカルになるということ。これがこのゲームの攻略の鍵、エレメンタルと言います。そのエレメンタルの組み合わせも結構あって、すべて確認していないんですが、雷から水、炎からオイル、風から雷、氷から炎、とまだあると思います。この組み合わせを第一に考え装備を揃えていくといいと思います。基本クリティカルの時の攻撃力は 100% となっているので倍の DPS になるということ。
クリティカル攻撃力を上げるアイテムも豊富にあり、効果力を出してボスを倒すときにとても有効的。この組み合わせがハマった時の無双感と快感はかなり気持ちいいものになります。ランダムなのでそうそううまくいかないんですけどね。スキルと呼んでしまいますが、このゲームだとルーシドアタックと呼ばれるものがあります。それは2つ装備できる魔法のようなもの。氷の雨を降らせたり、炎の爆発を唱えたり、ブラックホールを生み出したりとかもうたくさんのスキルがあります。エレメンタルはこのルーシドアタックにももちろん適用されます。氷を降らせる魔法に回避炎を食らわせてみましょう。氷の雨の魔法がすべてクリティカルになります。スキルはかなり豊富に種類があるのでこれもまた何度やっても飽きがきません。この辺の属性攻撃はなんか原神を思い出しますね。ちなみに自ら氷の攻撃してみたんだけど、必ず凍結にならなかったので効果的な組み合わせではなかったのかも。個人的に最強組み合わせが雷と風。範囲で攻撃できる雷のドームを作る魔法と、これまた範囲攻撃で竜巻を発生させる魔法を3つが合わさると全てがクリティカルになり敵が溶けていきます。まだまだアンロックしてない武器や魔法がたくさんあるのでこれからが楽しみでございます。ステージは全部で6つ。6つ目まで来たのですがボスまでたどり着けず撃沈。倒されると全て1からのスタート。武器や手に入れたアイテムは全てなくなります。ただ、等級やレベルは下になりますが、種類は選べてダンジョンに挑めますので、得意な武器やスキルを作ってみてもいいかもしれませんね。このロードアウトでどの種類の武器やスキルを持っていくかを決めることができます。武器スキルとともに熟練度があり、使えば使うほど経験値がもらえマスターすれば能力アップすることができます。なので、クリアしたいなら得意な武器を見つけてマスターして使いずつけるのがいいんだろうけど。いろんなの使いたいしねー。死んでも持ち帰れるアイテムがあって、ボスや敵を倒すともらえる右下のアイテムでいろんなものをアンロックさせていきます。HP を増やしたり、ボスへの攻撃力を上げたり、まあ何度も何度も挑戦してその持ち帰ったアイテムで、これらをアンロックさせて攻略しようってこと。その他に新しいものを生み出すスケッチブックがあって、これはアンロックさせるとそのアイテムが出現するようになるという。新しい武器やスキルが手に入るって感じ。クリアできなくてもアンロックさせて次また頑張ろうと思えるこの作り。かなりハマります。他にも細かな要素はあるんですが大体はこんな感じ。いかがでしょうか?3000円以下でここまでの面白さ、個人的に即買い一択。ぜひ皆さんも遊んでみてください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。